けたくないの冗談じゃないわ。どうか。身長149センチ、小柄な体ながら伸びやかで透明感のある声を持つ歌姫がいます。シンガーソングライター美和、21歳、2010年3月、19歳でデビュー。ファーストアルバムが音楽チャートで1位を記録するなど、女性のソロアーティストとして今多くの注目を集めています。ここはなんか面積に気に入ってて、その大きな魅力は歌詞。今しか書けない思いが込められています。なんかここがもうちょっと普通の言葉だ。そう、なんか困難とかだとがっつりしすぎてるから、これがだから最後の歌詞かな。多分一番最新の歌詞だな。これがアルバムの中に入る一番旬な私。何があったんでしょうって思うよ。そういうこと言うの。現役大学生でもある美和、その21歳の素顔とは。高校時代から憧れてきた軽音楽部への体験入部。生徒たちとの触れ合いの中で音楽の力を感じました。初の全国ホールツアーに向けて猛特訓の日々。涙出てきちゃった。なんか言ったらでもすっきりするけど、うん、突然の涙、そこに込められていたのは音楽への熱い思いでした。その時その時に感じることとかをやっぱり確認していきたいなって思うし、きっと聴いてる人も一緒に私と一緒にこう年を取っていくと思って、10年後とか20年後ぐらいに一緒に10代とか20代の頃に曲と一緒に戻れちゃうみたい な、 なんかそんな存在でいたいなって思ってて、今しか書けない言葉を生み出し人々に届け続けるシンガーソングライター美和、その魅力に迫ります。会場を埋め尽くす3000人の観客、その多くは10代の若者たちです。彼らを引きつけるのは美和の書く歌詞、今しか書けない若者のリアルな思いが込められています。すれ違う恋人たちがギターをチューニングするように一つに戻ってほしいという願いを込めました。
切ない恋心をストレートな言葉で紡いだバラードはとりわけ女子に支持されています。ファンの心に届く美和の歌詞はどのように作られているのでしょうか。2012年1月、2枚目のアルバムの制作に取り組む美和の元を訪ねました。でも私さ、しっかり作った？いや違う。美和の歌はすべて彼女自身が作詞作曲をしています。作っていたのはライブで観客と一緒に盛り上がるための曲として、今回美和が最も力を入れているものです。歌詞に込めたのは自分が決めた理想に向かって困難があっても言い訳せずに立ち向かおうというメッセージです。靴を例えにして、なんかこの靴履いてるから速く走れないとか、なんかそのなんか人のせいとか物のせいにして自分が全力を出せてないっていうことを自分に嘘ついてるというかごまかしてるみたいな。そうテーマ書いてた。今は負けてる人に理想の未来が来ないっていう超厳しいことなんですけど、それを自分にもこう置き換えて、でもこれ聞いた人はもしかしたら、あ、じゃあ私も頑張らなきゃってね、なるかもしれないし。美和が作詞に使っているというノート。そうです、なんか曲ごとに変えていって、違う曲の時は違うページで、裏も違う曲の歌詞を書くっていう、なんか不思議なノートになってるんですけど、でもなんかほとんど殴り書きなんですけどまあ殴り書きから始まって、なんかアイディア書いたりとかして、で、まあまとまってきたらちょっと形にしてみたりとかして。歌詞の締め切りは4日後に迫っています。しかしまだ最後のサビの歌詞にすごく悩んでいました。一度歌ってみることにしました。今の位置歩んできた道の好きララ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 私が選んだんだから、私が選んだんだからという歌詞の前に置くべき言葉がどうしても浮かびません。私が選んだんだからで強がると、そうだから、なんかそこでそれと反対する気持ちを言った方がいい、ね、うん、本当はだから悲しいけど、それはもうすらも私が選んだっていうことをあげた方がいい、ね、あ、それいいじゃん、それいいね、それ、そうだと思う、うん、そうだね。たった一つの言葉を導き出すためにノートを何ページも費やすことがあります。試行錯誤すること2時間、出てきた言葉は、寂しい一人の夜も私が選んだんだから、未来の位置、アマチュアだったミワを見出しプロデュースしてきた吉武さんは、寂しい人の夜も、もう一個こう
寂しい人の夜ももう悪くないんだけど、なんか孤独感が違う意味にこっちも聞こえちゃうかな。スタジオに一人残り、もう一度考え直すことにしました。美和自身が今感じていることを書く、その言葉を探し続けます。どんなに時間がかかっても誰かの助けを借りることはありません。彼女の言葉が出てくるのを待つ感じですかね、ひたすらなんかやっぱりそういう風にして生まれた言葉っていうのが、やっぱ歌っててもやっぱすごく説得力があって、多分そういうところがミアの魅力で、特に同世代の子たちが、すごく同世代の子たちに支持を受けてるところだと思うんですけど、はい、なんで言葉は多分プロの作詞家とかだと表現しないような言葉だと思うんですよね。ほとんどの言葉がプロの先生から見たらもっとひねらなきゃとか思われるかもしれないですけど、でもすごくリアリティあると思います、はい、悩んだ末に一つの言葉を見つけました。その言葉は、悲しみも痛みさえも。吉武さんは OK を出しました。なんでそんなシンプルな答えにさ、最後こんな悩んでたどり着くのって感じ1分考えれば出てきそうなものに最後なるみたいな。しかし、活字にして眺めるうちに、どうだろう、普通に馴染んでる馴染んでるって感じ。歌詞全体を見た時にその言葉で本当に良かったのか不安になってきました。いつもこうしてギリギリまで悩むのです。ガムシャンの姿を見られたくないで、まあ今日は見られてるけど本来はなんかこうあんまり出さないじゃないですか。なんか結果だけね見るとね、いろんな人のもすごく華やかに思えるけど、その裏にはなんかこういろんな努力だったりとかするんだろうなとか思いながら、こう私もそこに行きたいなっていう思いとかもあって、結局その日言葉は見つけられませんでした。そうして迎えた締め切りの日、美和の見つけた言葉は、喜び、悲しみ、痛み、喜びというポジティブな言葉を加えてきました。最初はこう辛いこととか
厳しいこととかも全部自分が選んだことなんだよってことを伝えたかったんですけど、でもそれよりもこう楽しいこととか素敵なことも自分で選ぶってことも入れた方がいいなって思って、こうなんて言うんだろう、自分で幸せになるってことかな。なんか辛いことだって私が選んだんだからしょうがないって思うんじゃなくて、選んだんだから幸せだって自分で選べるっていう、そういう風に言いたかったです。今感じていることを紡いでいく美和の歌詞、日常を目にする風景からも生まれています。都内を流れる全長8キロの目黒川、子供の頃から春になると毎年桜を見にやってきます。そこで彼女が目にしたものは風に舞い散る桜の花びらでした。ね、散ってる様子が、花びらはどこまで流れていくんだろうとかって思わせてくれる。この桜の花びらたちがもしかしたらこう向こうにいる人まで届くかもとかって、その思いを一つの歌にしました。15歳から歌を書き始めた美和がこれまで生み出してきたのは35曲。彼女のその時にしか書けないリアリティあふれる歌詞が10代や同世代の人々の心を捉えているのです。歌詞がすごいストレートなとこと、歌い方が心が感情込めてる。歌詞はすごいなんか共感できる部分多いなと思って、なんか聞いててすごいなんか響く感じがします。なんか全然飾らない感じで、すごく等身大の歌詞で、でも なんか等身大だからこそ胸に響くみたいな。熱いね。熱い。悩んだ時とか、くじけそうな時はやっぱり美和さんの曲に助けられてますね。美和は都内の大学に通う現役の大学生でもあります。多忙な創作活動と学業をきちんと両立させ、単位も落としたことはありません。明日テストが5科目で、もうそんなにあるんですよ。これプラス本が2冊あって、まあ、本2冊もまだ読めてない読めてないんですけど、どうしようみたいな大学に進学すると決めたのは彼女自身でした。決めたからにはきちんと卒業する、強い意志を持つ努力家でもあるのです。なんかその全然関係ない教科をやってるので、うん、音楽と直接は全然結びつかないんですけど、でもなんかこれも試練みたいな
なんか意味があるんじゃないかなとは思いつつ、なんかいつかどっかで使うかもしれないしみたいな、知識的にはやってそうはないとは思うので。久々の休日です。お気に入りのカフェでお茶を飲む21歳の女子に戻れる時です。特に目がないのは、やっとお食事。あ、はい、美味しそう。この間に続き。あー、かわいい。そう、分かっ、やっとお食事。この前は猫ちゃんだったから足跡、ね、足跡になってる。かわいい。何でもやってくれます。アニメとかの絵とかでも何でも描いてくれるんですよ。へー、いただきます。食べていいですか。どうぞ。いただきます。うん、うん、ふん。幸せ。すごい。なんか女の子は空腹だとすごい不幸を感じちゃうらしくて、うん、っていうこの話をこの前してて、うん、だからなんか女の子に告白するときは、まず物を食べさせてから告白すると成功率アップする。本当らしいです。友達ともよくカフェとか来るけど、うん、本当においしいもの食べて、うん、最近の話とかをするみたいな。恋バナとかも、恋バナとかもするし、あと今はやっぱり就活のことが多くて、友達がどこどこ決まったとか、どこどこ落ちちゃったとか、あと何社残ってるとか、なんかそういう話とかして、私には全然未知の世界だから聞いてあげられることしかできないけど、なんかでも受かった話とか聞くと、なんか自分のことのように嬉しいし、なんかどんなことするのとか、なんか面接とかどんな感じとか、そういう話もなんかすごくこう自分で経験してないけど、友達の話聞いてるとなんか一緒に緊張してきて、なんか受験思い出すねみたいな、そのうち就活の大変さを歌った歌ができるかもしれないですよね。幸せ。大学生とアーティスト、どちらも手を抜かない彼女にはこんな心の栄養が必要なのかもしれません。幸せ。ミワの音楽を支持するのは若い人たちだけではありません。この日行われていたのはビートルズの楽曲を歌うライブイベント。アルフィーの坂崎幸之助さんが発起人です。盛大な拍手を持ってお迎えください。ミワちゃんです。ミワはゲストとして招かれました。今日はビートルズという括りですから、はい、彼女の音楽を高く評価する坂崎さん直々のオファーでした。聞いてみた、いろんな曲、何やろうか。そうですね、いろいろ何やろうかっていう、うん、選びましたけど、ギターを巧みに操りながら60年代や70年代の曲も歌いこなすミワに坂崎さんは感心しているのです。21歳でしょ、大学生だもんね、まだね。そういう子がその、例えばビートルズだったり、ジェームス・テイラーだったりね、ジョン・レノンだったりっていう曲をこう、まあ、ちゃんと自分のものにして歌えるっていうのがね、一つの驚きだったり喜びだったりするわけですよね。お父さんより年上だから、彼女のね、いい時代の音楽を吸収してると思うんですよね。上っ面じゃなくって、ちゃんと自分で聴いて、何がいいものとか何が好きかっていうのをしっかり自分の中で
消化して表現してると思うんですね。2歳からクラシックピアノを習っていた美和、常に音楽に触れる環境で育ちました。とりわけ影響を受けたのは父親の聴いていた音楽でした。車の中でこう常に CD をかけるんですけど、そのセレクトを大体父がやってたりとかしたので、本当にこう知らない洋楽とか、でも今思うと多分キャロル・キングとか、なんだろう、ジェームス・テイラーとか、そういうのも自然に耳にしてて、で中学ぐらいになってから誰だろうって調べたらそうだってことが分かって、それが15歳ぐらいの時で、それまではこう誰が作ったとかそういうのをあんまり考えずに好きで聞いてたんですけど、こう歌詞カードに載ってるその作った人の名前とかミュージシャンの名前とか、そういうクレジットを見るのが癖っていうか、まあ、常にこう何気なく歌詞と一緒に見てたので、それではこの人が作る曲好きだなとか、あ、自分で作って歌ってる人とそうでない人がいるんだとか、そういうのが分かってきて作ろうかなっていう興味に湧きました。うん、最も憧れたのがアメリカのシンガーソングライターシェリル・クロー。彼女の影響で高校生になってアコースティックギターに目覚め、ギターで曲を作るようになりました。高校時代の思い出の地、下北沢。どうしてもプロになって自分の歌を人に聴いてもらいたいと考え、下北沢にある老舗のライブハウスにたった一人で乗り込みました。高校2年生、16歳の時でした。こんにちは。おはようございます。お久しぶりです。久しぶりでございます。痩せたね。あ、はい、ね、痩せました。久しぶりなんで。はい、心配だったよね、いろいろね。そう、自転車で一人で来てたので帰り遅くなって、なんか最初に店長にその自転車ごと乗っけて車で送ってもらったりとか、本当に親とかも来ない状態で やったりとかね。全くね、一人で来てたからね、なんか危ないからみたいな感じ。危ねえよお前みたいな。本当にね。そうそう、あのほら、自分を売り込むために当時美和が持ち込んだという自作の CD を店長の長澤さんは大切に持っていました。あ、そう、これが2枚。覚えてます。自分でも持ってる？自分でも持ってますね。あ、そう、はい、うん、そうなんですよ。懐かしいですね。懐かしいよね。嬉しそうに持ってきたよね、これね。自分で全部作ったからみたいな。手書きだし、そう、ジャケットとかも。そうそうそう、懐かしい、ね。ステージに立ちたい一心で作った手製の CD、 熱意が伝わり初舞台のチャンスが与えられました。しかし校則の厳しい学校だったこともあり、ライブ活動のことは友人にさえ一切秘密にしていました。そのためライブに呼ぶこともできず、客席は見知らぬ人ばかり。最初は萎縮して歌や演奏を間違えることもありました。それでも自らを奮い立たせステージに挑んだのです。高校に通いながら毎月のようにステージに立ち続けました。努力して技術を上げ、客も少しずつ増えていきました。しかし、たった一人でプロになる夢に向かっていくことに不安も焦りもありました。
その当時の気持ちをこんな歌詞に紡ぎました。普通の高校生とは違う道を選んだ結果、このライブハウスでレコード会社の人の目に留まり、デビューの夢が叶いました。自分と普通の高校生を比べてどう思ってました？友達に誘われても他の理由をつけて断ってライブをしなきゃいけないっていうことがあったりとかするときは、やっぱり普通の普通の高校生っていうか普通に遊んでっていうのいいなって思う時もあったんですけど、でもそれよりもきっと音楽をやることが楽しいっていうか、自分にはこれだっていうふうに感じてる思いが強くて、なんか今これをやらなきゃっていう、多分今しかないなっていう、この頑張り時今しかないっていうふうに感じてて、その思いが強かったので遊びたいって思ったけど、でもこれ今やらないとダメな気がするっていうふうに思って、そっちを優先させるっていうか。夢が現実になろうとしていた高校時代の美和、しかし同時に寂しさも感じていました。部長、美和の登場です。拍手でお願いします。一昨年の秋、ミアはギターを弾くファン20人を集め、1日だけの軽音楽部を結成しました。こんにちは、ミアです。こんにちは。こんにちは。第1回、軽音楽部、ミア軽音楽部ということで部活を始めましょう。本当は軽音楽部って高校の時から入ってみたかったんですけど、私は一人でこう弾き語りをしてライブとかをやってたので、こうしてこうみんなでギターを弾くっていうのは夢でした。一人でプロを目指していた時は、普通の高校生のように軽音楽部に入ることも、仲間と一緒に楽しみながら演奏することもありませんでした。プロになった今はバンドを組んでライブをしています。仲間と共に奏でる音楽がかけがえのないものだと実感しています。だからこそ今、高校時代できなかった部活動を体験してみたいと考えるようになりました。ミワは自身が連載を持つギター雑誌に紹介されていたある高校の軽音楽部に注目しました。宮城県古川黎明高等学校、7年前にできた軽音楽部は毎年全国レベルの大会で入賞するバンドを多数輩出してきました。部員28人で7バンドを編成しています。今年春、
束の間の休日を利用して美和は古川黎明高校を訪ねてみました。高校時代にはできなかったみんなと一緒に音楽を楽しむこと、彼女は何を感じ取れるのでしょうか。慶応学部です。ミアです、よろしくお願いします。慶応学部初体験のミアも高校生たちも緊張気味です。彼女の大ファンだという生徒にバンドを紹介してもらいます。ここが私たちの部室です。私たちがこのバンドメンバーでドラムのミサキ、ミサキちゃん でギターのナミ先輩、ナミ先輩で、唯一の男子が池田先輩で、池田先輩で、私がギターボーカルの高橋里奈です。里奈ちゃん、ドラムが一番大変だよね、実は。初めて触れる軽音楽部の高校生たち、 A メロ、 B メロ、サビで全然パターンが違うからさ、ドラムにしようと思ったの、なんでドラムにしようと思ったの。あの最初ギター希望だったんですけど、ちょっとドラムの人数が足りなくて、うん、大体そういう理由だよね。あ、でも今はドラムが一番好きっていうか、やっててすごい楽しいです。唯一の男子ということで、ベースの男子生徒はミアを前にしてすっかり固くなっていました。何よりもミヤさんのことが好きなんです。あ、そうなんですか。すありがとうございます。ありがとうございます。震えちゃってる。そして女生徒からも熱烈な告白が。可愛いところが好きです。ありがとうございます。面と向かって言われるの恥ずかしい。可愛くて頭良くて歌上手くてみたいな、素敵だなって。素敵ですよ。身長もあるし。あ、それコンプレックスなんです。なんで。だってなんかでかいって。いいじゃん、機械服何でも着れるよ。そうですかね、いっぱいおしゃれできる。はい、ありがとうございます。じゃあ私が普段4人でカバーしてるというミアの曲をセッションすることにしました。で、そしたらリナちゃんに頭最初の歌い出しを歌ってもらって、で一緒にバンドインして入って、まあ、そこからは一緒にツインボーカルで歌うということで。はい、じゃあやりましょう。時間が経って色あせたって
おーすごい、初めて合わせたと思えないすごい、いいバンドだと思います、すごく素敵緊張しました、でも楽しくてすごいなんか、あーかっこいいと思ってかっこいい、可愛くてかっこよくて、あーと思ってなんか円形になってやるのも初めてで、こうやってなんかこう自分の曲をこうなんだろう、高校生って軽音楽部のみんなと一緒にできるなんて思ってもなかったので、あのすごく嬉しいし、なんかなんて言うんだろう、音楽ってなんかこうあるべきだなみたいな、なんか楽しくあの演奏してこうみんなで練習して完成させていくものだなってなんか思いました。私はそのオリジナル曲も作ってたけど、友達に披露したりする機会もなくて、なんかこう孤独っていうか、なんか一人ぼっちでやってる感じだったんですけど、みんなと一緒にやったりする機会があるわけじゃない、そういうのってすごく貴重な時間なんだなって思うので、なんか大切にしていてください。高校生と触れ合うことで音楽を始めた頃の気持ちが蘇ったといいます。こうなんか純粋に音楽が大好きだから音楽やりたいっていう気持ちをすごくこう取り戻せた気がします。なんかやっぱりこう繰り返しっていうか、あの曲作って CD リリースしてライブしてっていうのがこうループしてるっていうか、1年の中で本当に振り返る暇もなくやってると、なんかこう何のためにとか、なんでやってるのかとか、なんかそういうことをやっぱりあんまり考えなくなっちゃう。やらなきゃいけないからやってるんじゃなくて、大好きだから やってるっていうことをあのちゃんと確認できたっていうか、みんながそうやって音楽をやってるから私もこうやって始めたなっていうことをすごく感じられてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして美和には忙しい日常が待っていました。完成したセカンドアルバムの PR や取材、イベントなどを次々とこなす日々。プロのアーティストとしてただ好きな音楽のことだけを考えてもいられないのです。デビュー3年目、周囲の期待も高まり、その肩にのしかかる責任の重さも増していきます。4月、数千人規模の観客を集める全国ツアーのリハーサル初日。どことなく元気のない美和。一月後には大きなステージが迫っていますが、いつもの明るい表情は見られません。光る星になりたい。
ライブでの曲数が20、そのほとんどでミアは楽器も演奏します。バンドメンバーと一つ一つ確認を進めていきます。こうか、 OK、 左手残し、うん、あ、そしてライブの最後に披露する最も大事な曲、あ、そっか、OK、 っていうフレーズ、ちょっと今あの作詞に苦労したアゲインアゲインです。ミアはエレキギターに持ち替えて臨みます。あ、ごめん。エレキギターはデビューしてから始めたので、まだアコギのように自在には操れません。抑えるべきところに指が追いつきません。ライブで観客と一緒に盛り上がれるような曲をと意識して作ったものでした。きちんと届けられるよう練習に身が入ります。ミアはこの日みっちり8時間ギターを弾き歌い続けました。何かが吹っ切れたようにも見えました。表情には明るさが戻っていました。この時彼女の心の中で大きな変化が起きていたのです。ただ好きな音楽だけを追求していれば幸せだったミア、デビュー3年目の今プロのアーティストとして不安と戦っていたことを明かしてくれました。その女の子とだんだんアーティストの自分とこの一人の人間としての自分が乖離してきてるのかなって思ってて、一人歩きしてるんですよ、アーティストの自分が。だからあのなんて言うんだろう、そこをどうしたらいいのか今うまくわからないみたいな。今までは何の疑問もなく一生音楽をやってずっとライブをし続けるのが私の幸せっていうふうに思ってたし、そうやって言ってきたけど、どうなんだろうねみたいなでも自分で発信して言ってるのか言わされてるのかとか、そういうことを考えていくとキリがなくて、求められてることを喋ったりとか、こうした方がいいんだろうなって思いながら喋ったりとかすることも増えていくと、それに飲み込まれちゃうというか、自分が発信してる言葉だから自分に返ってきちゃって、そう思い込んじゃって、でもふとした瞬間にそれが抜けた時にあれって本当って、その自分を疑っちゃうというか、そこのなんか乖離していく部分がなんか不安で、うん、まあ、私たちが取材するみたいにこういうことだってあるし、なんかだん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 こうちょっと虚像みたい、人物のね、虚像化していくんじゃないかっていう恐れ、うん、そうなんです。でもあのツアーのリハが始まって、あのやっぱり音楽を出してる瞬間が一番楽しくて、なんかそれでよかったなって思って、
それはでも感じました。感じました、うん、表情が違ったから。よかった、うん、涙出てきちゃった、うん、なんかちょっとミヤさんが背負ってるのかもしれないなって思ってることとか、こっちもなんかこう背負わせてしまったかもしれないなみたいなことが。なんか言ったらでもすっきりするけど、うん、そうでもそうすごく奏でるっていうことが好きなんだなっていうことをツアーのリハですごい確認できて、うん、それがすごい安心したっていうか、うん、ちょっとだけ取り戻せた部分があって、やっぱりライブしていきたいんだろうなっていうふうに感じられてよかった。ごめんなさいね、なんか大丈夫です、話してるうちにね、バーって来ちゃって、うん、まだ21歳、プロとしての悩み、焦り、葛藤。でも彼女には好きな音楽がありました。何年後かに見たら笑ってますね、きっと。なんで泣いてんのって。多分そう。5月大阪。リラックスして楽しんでできたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、せーの、はい、よろしくお願いします。全国11カ所を巡るツアーが始まりました。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、お願いします。一本で数人の観客の前で歌っていた少女が今、3000人もの若者たちを魅了しています。そしてあの曲、
演奏するのが楽しいし、さらにこうレベルアップしたものができるようになってるってことが、まあ、自信につながったりとかして、きっとこのツアーでそういうミュージシャンとして一歩成長するっていうことが自信につながって、それがお客さんに届くとすごく楽しんでもらえると思うので、本当にこうステージと客席の間には何もなくて、本当にこう演奏する私たちとお客さんっていうこう一対一で向き合ってる感じがすごくこうまっすぐな感じがして、本当に直接届けられるから幸せだなって思います。中の6月15日、ミアは22歳になりました。新しい22歳の言葉が生まれようとしています。